はい、今日はニセコ花園スキー場に来ました。まあね、ちょっとこんな感じでコースですね、まあ今日はねパークの方を、レイアウトを紹介しながら滑っていこうかなと思います。で、雪がねさらっと降ったんで、コンディションですね、多分ねパウダーいいと思うんで、ぜひそちらも滑ってチェックしていきたいと思います。では行ってみましょう。こちらのパークのコースをちょっとね紹介していこうかなと思います。昨日の夜から何センチだかな、結構ねさらっと降ってくれてて、見てください、これ北海道クオリティですよ。これがちょっとねパウダーの方をチェックしながら滑っていこうかなと思います。明日は硬い、おお柔らけー、パウダー柔らけー、おおやべえわパウダーが、すげえ。おお、で北海道ってパウダーのこうバーッと上がる速度がねめちゃめちゃ速いんですよ、軽すぎて。なんでね上げる時も強く上げないように気をつけてください。優しくですよ、上の表面をこうさらっと当てるような感じにすると顔にはかかりづらいですよ。雪が軽くてめっちゃつく。でね、やっぱ昨日温度高かったから結構温度が今日冷え込んで硬くなってます。うーん、バツキゲー、いや下硬い、優しく踏んでいきました、優しく。下硬い時はねあまりエッジ立てない方がいいですからね。うーん、パウダーの上がる速度がやばい、待ってめちゃくちゃ、あ、かかってる、めちゃくちゃ速い。おお、優しくいきましょう。ちょっとねこのレイアウトを、紹介していこうかなと思います。まあ、下まで行ってこんな感じ、1個目がレールで上がウェーブみたいになってますね。センターインのレールに上がウェーブ、こんな感じになります。結構スピード出すぎるかな、ちょっと飛んだ方がいいですね。なんかね大会があるみたいで、それにみんなねちょっと子供たちが多いんですけど、ここにウェーブ、ここでちょっとスピードを殺して次のこのフラットダウンとレールの方に行きます。ベース自体はね硬いんでね、すごい走りやすいですね。お、飛びすぎちゃうんじゃないかな。フラットダウンちょっと離れてますね。フラットダウンレールに、あ、フラットダウンボックスにダウンレール、エッジが、リップがほぼない感じですね。でバンクも大会の一つのレイアウトになるんで、ちょっと面白いですよね。なんかねここでかっこいいパフォーマンスをしてもらって、で次にキッカー、何メートル、このショットすごいな、しっかりねスピードを殺してような感じになると思います。キッカーちょっとねスピードチェックだけします。こうやってね横滑ってって飛ばないでこうで横滑り、あ、雪めっちゃ曲がる、こんな感じで、ね、飛ばないときは最初横で見る、まあ上から上手い人のスピードを見て飛んでってみてください。何メートルだろうな、7メートルぐらいかな。で上に結構ポーンと上がるような、シャドウしてますね。でランディングシャドウはすごいあります。いやめっちゃ飛んでる、まあ、飛びすぎても大丈夫な形してますね。あなたスピード勢いでいくと飛びすぎちゃうんで、2個目はね皆さんチェック入れてますね。イエーイ、シャドウあるからね多少飛びすぎても大丈夫かな。あそこにポールあるんですけど、あそこからみんなねちょっとターン入れて、これすぐね飛びすぎちゃう、いい形してますね。まあ1個目がこんな感じです。で2個目、ここシャドウありますね、結構スピード出すぎちゃうかも。 G もちょっときそうだな。これがね 10m ちょっとって言ってたんですけど、あ、ランディングシャドウすごいな、おーイエーイ。まあね大会っていうこともあってね、皆さんね子供たちがねバチバチ練習してますね。このスピードでいける、お、いける、結構遅めでもいけますね。まあいいキッカーってね見た目の割に飛んでてくれるんですよ。ウィー、ナイス。飛びすぎはやっぱちょっと衝撃が来るかな。ランディングシャドウはしっかりあるんですけど、まあね飛びすぎは注意しましょう。あっちにもねちっちゃいテーブルトップあるんですけど、初心者の人がおすすめかなと思います。まあねちょっとこんな感じでキッカーはこういう風な形になります。
イエーイ。ランディングシャドウがすごいあるここっすね。でこのねちょっとね、パークが終わったら下の方、ウェーブだったりなんかねボックスかななんかあったんで、ちょっとねそちらの方チェックしていきたいと思います。北海道雪質がすごいで、下地がやっぱ硬いんで、さっき言った通りエッチングだけちょっと優しく、なんだろうな、急に立てたりとかしないようにしてください。結構エッチ感で怖かったりしますよ。ウェーブでかい、こういうのもね、登る、下る、まあ、余裕があればジャンプして、ください。いや、走るな、やっぱスピードは。まあ、膝でね、吸収して飛ばないように、吸収。下の方も雪質は変わらずで硬いっすね。で、表面にあっさり雪が降ってて、あ、フロントサイドヒップかな、これは。あ、バックサイドヒップか。バックサイドヒップに、こういうのもね、ウェーブからスピードつけてポンって飛んでみてください。まあやっぱちょっとスピードはつきづらいんで、まあね、そんなめっちゃ飛ぶって形ではないんですけど、まあまあ楽しんでいくには十分かなと思います。奥にボックスあります。ちょっとね見えづらいかな、まあ、初心者の人はこうやってねボックスなり、あ、レールもあるの。結構パーク充実してますね。北海道ってあまりパークのイメージないんですけど、こうやってパークがあるところで遊びたい人は、パウダー滑ってレールキッカーは届かないのでちょっとこっち行こうかな、こんな感じ。結構ね北海道全体的にリップが上がってるかもしれないですね。上でポーンっていくような感じになります。ちょっとねこんな感じで花園の方を、ニセコ花園パークのレイアウトですね、こんな感じにはなります。皆さんもねもしニセコ来る際があればパークなりで、パウダーもすごい軽いんで遊びに来てみてはいかがでしょうか。花園のスピードでした。ありがとうございます。はい、あとのお手本の滑りします。イエーフおや、はい、アツノスレイでした。ありがとう。